地の梅雨明けが発表され、いよいよ夏の本番。気温もさらに上がりそうですが、競輪でもますます熱いレース期待したいですね。さて、スピードフロントライン、まずは先週までの主な出来事です。23日まで大垣競輪場で行われていた開設67周年記念スイート大垣杯、優勝は宮本俊介選手でした。その他ご覧の出来事がありました。続いて特集コーナーです。今週は日本競輪選手養成所で行われた都阪トーナメントの様子をお伝えいたします。日本競輪選手養成所都阪トーナメント、最大傾斜およそ 25%、 長さ80メートルにもなる坂が立ちそびえる都阪走路を舞台に、候補生たちは互いの力をぶつけ合い頂点を目指します。過去都阪トーナメントで優勝しているのはガールズグランプリ覇者の児玉葵選手、また6月に行われたモスクワグランプリ男子競輪で金メダルを獲得した松井光雄選手など活躍している選手ばかり。都阪トーナメント優勝者はデビュー後の活躍が期待される大注目のイベントなのです。梅雨空が続きまとわりつくような暑さの中行われた117回生都阪トーナメント、そびえ立つ壁のような坂を登りきるには瞬発力と持久力が必要となります。競輪選手を志す候補生だからこそ登りきれる都阪走路を一気に駆け上がります。優勝を目指す候補生たちの中でひときわ気合が入っている候補生がいました。菊池武人候補生です。5月の記録会では厳しい基準タイムをクリアしゴールデンキャップを獲得ですが、どの種目でも一番時計を取ることが叶いませんでした。次は1位になると決意した彼にとって都阪トーナメントは絶好のチャンス。予選、準決勝と順調に勝ち進み、ついに決勝の舞台に立った菊池候補生、1位目指して決勝戦に臨みます。平坦部で勢いをつけ前に出た山口候補生、周りも追い上げますが力強く押し切ってゴール。菊池候補生は残念ながら優勝とはならず2着という結果になりました。ずっと優勝を狙ってたのでちょっと残念かなって気持ちはあります。次の記録会で 1000m で養成所記録、1分5秒切って1分4秒台の養成所記録出すっていうのを目標にして頑張るのと、やはり早期卒業するっていうのを目標にして頑張っていきたいと思います。山口候補生は全てのレースで1着となり完全優勝を果たしました。今後の訓練にも大きな弾みがついたようです、ね、優勝するのはそうです、結構狙ってて で、まあ、できれば完全優勝も狙いたいなって感じだったんで、思った通りにいってよかったです。菊池とか寺崎さんとかはダッシュは僕の方があるんですけど、そうですね、やっぱ坂でやっぱパワーで踏まれるとちょっと厳しいので、それまでにどれだけ差をつけれるかなっていうところが勝負でした。翌日に行われた118回生都阪トーナメント、予選から強さが際立っていたのは熊本の尾形真央候補生です。入所前から久留米で練習していたという尾形候補生、一緒に練習し目標でもある児玉選手が優勝した都阪トーナメントは絶対に取りたい、そんな思いを胸にトーナメントを勝ち進んでいきます。予選を勝ち進んだ尾形候補生、しかし迎えた準決勝で増田候補生を必死で追いかけますが差は縮まらず、惜しくも決勝に乗ることはできませんでした。しかし尾形候補生はタイムが最も早かった候補生に与えられる記録賞を獲得、目標とする児玉選手に一歩近づくことができました。3レース目の準決勝でスタートが出遅れてしまって、ちょっと前との差を最後詰めれなかったのが悔しかったです。夏帰省では地元に帰って児玉さんたちと練習することもあるんで、もっと上の方たちと練習をすることでもっともっとダッシュ力
や持久力をつけてパワーアップしていきたいなと思います。そして迎えた118回生決勝、勝ち上がったのは下城候補生、長塚候補生、そして増田候補生。序盤をわずかにリードした増田候補生、その後下城候補生が巻き返してくるも力強く踏み込み、最後は後ろに差をつけゴール。途半走路を制しました。ハロンのタイムとか短距離になると全然タイムが尾形さんの方がよく、真央さんの方がよくて、で一回も勝てたことがなかったの で一着取れて、なんか精神的にもほっとしたっていうか、それでなんか次もいけるっていう風に気合につながった感じがします。117回生は山口候補生が途半王に、118回生は増田候補生が途半女王の座に輝きました。着順はご覧の通りです。今後も候補生たちの成長に目が離せません。来週は7月に活躍した選手を振り返る7月の月間 MVP をお送りいたします。お楽しみに。続いてはこちらです。さて、競輪リンリン、今回登場していただくのは先週出演していただいた鈴木誠選手からのご紹介、愛媛84期の渡辺哲夫選手です。渡辺選手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、鈴木選手とはどのような関係ですか？競輪学校時代の同期で、はい、学校時代から仲良くさせてもらっていました。はい、最近でも一緒にご飯とかは行くんでしょうか？いえ、プライベートなものはあまりなくて、はい、競輪開催で一緒になった時にいろんな話をさせてもらったりしてます。そうですか。ではその鈴木選手からメッセージをお預かりしておりますので、ご紹介させていただきます。はい。同期の中で目標の一人です。最近は一段と力が増していますが、その秘訣は何ですか、とのことです。はい、はい、その秘訣とはズバリ。その秘訣はですね、最近、はい、いろんな選手に聞かれるんですけど、はい、年齢も年齢になってきましたし、そのやりたいトレーニングをやりたいっていう気持ちを少し抑えて、はい、その分空いた時間をマッサージに当てたり、ちょっと休息に当てたりと、トレーニングの量を減らしたことかなと思います。分かりました。また後ほどレースのお話は教えてください。はい、はい、それではまずプライベートのお写真を預かりしておりますので、こちらをご覧ください。さて、飲み会のようなお写真でしょうか？はい、自分の2人目の弟子の下野が、はい、競輪学校から帰ってきましたので、はい、そのお祝いを練習仲間のみんなでした時の写真です。楽しそうですね。下野選手、どんな感じの選手ですか？そうですね、ちょっと中長距離系の選手なので、競輪足がつけば競輪も活躍できるのかなと思います。指導していて何か意識されていることとかはありますか？そうですね、ちょっとやっぱりダッシュ力がないので、はい、ダッシュ力をつけられるようにアドバイスはしています。そして続いてのお写真はこちらです。すごく大きな魚を渡辺選手持っていらっしゃいますけれども、はい、はい、これはもう引退したんですけど、師匠と、師匠 の仲良くさせてもらっている人と、はい、釣りに行った時の写真なんですけど。ああ、そうですか。この魚は何なんですか？それはヒラメです。かなり大きいですよね。はい、ヒラメを狙いに行ったわけではなかったんですけど、はい、ちょっとまあ狙ってみようかということで餌をつけて海に投げたら、たまたま釣れてしまった写真なんですけど。渡辺選手は釣りをよくされるんですか？釣りを、したいんですけど、なかなかスケジュールとか合わなくて、回数的にはもう年に数回っていう感じなんですけど。そうなんですか。そしてもう一つのお写真も海のお写真なんですが、はい、すっごく綺麗な写真ですね。瀬戸内海なんですけど、はい、愛媛県は結構海に面していて、練習し
した帰りに海を撮りに行こうと思って後ろから撮られた写真なんですけど。そうですか、まさになんかインスタ映えのような。そうですね、はい、綺麗に撮れました、うん、休日の日はね、先ほどもリラックスに使うと言ってましたけれども、そうやって海とかはよく行かれるんですか？あんまり、まあ、あのプライベートでその海だけを見に行くっていうことは回数は少ないですけど、あの練習に行った先に海があったりとかそういうことがあるので、はい、まあ、練習しながら海見てちょっと癒されてっていうことは多いと思います。そうですか。そして近況についてお伺いしたいんですが、先ほど鈴木選手からのコメントにもあったように、一段と、まあ、力が増しているように感じるんですが。まあ、力が増しているかどうかわからないんですけど、はい、今あの中国四国地区の若手選手が強くなってきて、まあ、その若手の流れに必死についていこうと思ってやってる結果かなとは思うんですけど。サマーナイトフェスティバル最終日も一着を取られていましたよね。はい、あの山崎くんが積極的に仕掛けてくれて、最終的にワンツー決められたんでよかったなと思います、はい、また次走についてはいかがでしょうか？次走は聖弁記念が入ってます、はい、そこに向けてはいかがですか？まあ、ずっといい流れでは走れているので、まあ、その流れを絶やさずに、その結果、まあ、いい成績が出ればなと思っています。それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、まあ、いい流れでずっと来てますので、その流れでまたこれからより一層頑張れたらなと思います。渡辺選手、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。以上、競輪リンリンでした。続いてグレードレースのお知らせです。8月1日から4日まで西武園競輪場で開設69周年記念ゴールドウィング賞が開催されます。主な出場予定選手はご覧の通りです。 S 級 S 班をはじめとしたトップ選手たちの熱い走りにご期待ください。なお、開催期間中はご覧のイベントやファンサービスが行われます。皆様、お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。ここで皆様から募集したい内容をお伝えします。番組では、競輪リンリンに出演する選手への質問、サイン入りグッズや満車券などの写真を紹介する競輪トレジャー、そして皆様の心に強く残ったレースの映像をエピソードとともに紹介する私のベストレースを皆様から募集いたします。お便り、メールの宛先はご覧の通りです。スピードチャンネルのホームページにも記載されておりますので、ぜひご覧ください。採用された方にはクオカードをプレゼントさせていただきます。皆様からのお便りにメール、お待ちしております。最後は1999年に有坂直樹選手が優勝した西武園記念公設決勝戦の VTR を見ながらお別れです。今週も楽しい競輪ライフを。4番手後ろから7番の稲葉が7番手からまくっていったと。さあ、第2コーナーからバックの中央、残り 200m を切りました。小島健志先行です。5番の岸が番手、6番の有坂3番手、外から1番の吉岡、そして8番の平田が突っ込んでくる。直線コースに帰ってきた。さあ、有坂が突っ込んでくる。